はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。エボルカイザーラーズです。さあ本日なんですが、冥界という、ギミックが診断で追加されまして、この黎明開闢っていうカードがめちゃくちゃ強くて、すげえ簡単にこのゼロール、惑星汚染コンボが決められるよっていう、そういう動画をね一回出したと思うんですけども、これね冥界ってねいろいろ組み方あって、今日はですねこのエボルと組み合わせる構築をちょっとご紹介していこうと思ってまして、前回はね召喚獣、と組み合わせてランク4から、動いていくっていうテーマ、動かし方にしてたんですけど、このエボルダーリオスっていうモンスターともめちゃくちゃ相性がいいんですね。エボルダーリオスっていうか、このアルゴザウルスですね、アルゴザウルスムーブと相性が良くて、アルゴザウルスのこの、効果ですね、これ恐竜族を、手札フィールドから出た時に破壊して、で元々のレベルから破壊されたモンスターと同じとなる爬虫類族か海竜族か鳥獣族モンスター一体か進化薬を手札に加えるっていう、進化薬基本的にはいつも手札に加えてるんで、あんまりイメージじゃないかもしれないですけど、このこいつのアルゴザウルスの効果で4の恐竜ですね、このエボルダーを破壊すると、ナイアが持ってこれるんですよ。でナイアを持ってくることができるさえすれば、ナイアからカースを落として、カースでナイア蘇生して黎明開闢に持ってこれるんで、ここがこの3枚が冥界ギミックとつながるんですよね、綺麗に。で、エボルダーリオスの側の方で、進化の得意点からのエボルカイザーラーズを爆誕させる、ムーブが可能なので、一応最終盤面が、エボルダーリオスプラスコストですね、コストいらねえか、エボルダーリオス1枚から、基本的にはエボルカイザーラーズと、ゼロオルと、惑星汚染ウイルスっていうこのコンボが決められます。はい、これめちゃくちゃ強いですよね、この動き。だからちょっとこの動きをね今日は見せていきたいなと思ってますんで、早速ねこの、地球外生命体ムーブ、はい、ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。うわー、引いてもうてるー、全部引いてもうてるー。あ、でもこれあれだな、究極新火薬があるからちょっとあぶれてるね、これね。一応エボルダーリオスを持ってこさせてもろって、リオスにね妨害打ってくれるのが一番できるんだけど、リオスに妨害打っていただけませんか。あ、なんもねえわ。進化が得意で、はい、進化が得意でセット。なんもなかったら一応理想ムーブできるんだよね。エボルダーリオスさんの効果を発動しまして、これはミセラで一応いいのか、ミセラあんだよな、もう、基本展開はこうだよっていうのを見せた方がいいか。ミセラ送ります。ちょっと基本的には見せますね。ミセラ効果発動、ミセラの効果発動して、1枚除外して、アルゴザウルス特殊召喚で、アルゴザウルスの効果発動して恐竜族爆破して、これね爬虫類族持ってくる、究極進化薬持ってくる効果しかほとんど多分皆さん知らないと思うんですけど、これ爬虫類族を手札に加えるっていう効果がありまして、でこれで爬虫類を手札に加えることによってナイアを効果を起動していくっていう、そういうコンボですね。はい、でこれちょっと後で究極進化薬の効果で除外したいので、アルゴザウルスをリンクリボーに変える。はい、でモンスターリリースするとカースが出てくるんで、これでナイア特殊召喚、これカースのね特殊召喚する時のコストは別に爬虫類族じゃなくてもいいんで、なんでもいいんですけど、でカース効果でナイア特殊召喚、はい、でナイア特殊召喚で効果発動して冥界魔法トラップで、これで黎明開闢ですね。はい、黎明開闢を手にかけていく。で黎明開闢を発動で、黎明開闢によって、レベル8のモンスターをリリースして、そのレベルの、2につき1体のトークンを出すという効果なので、トークンが4体出ると。トークン4体出るのマジやべえよな、これやってる、これさすがにモンスター5体はやりすぎ。しかもレベル2ってのもいいよね、これエルフとかできるからああエルフとかできるんだよ。で冥界トークンを出しまして、これエリアソルジャーマイティクレームスを出します。で一旦黎明開闢の効果発動します。ナイア、戻します。でデッキからレベル2のモンスター送って、でマイティフレーム、これあれもう1体出力できたらあれだね、エルフの先にエイリアンソルジャーマイティフレームそのまま残ってたかもしれないね。とかあとマスカレンとか出したかもしれない。でスプライトエルフ、ちょっと今先玉しかないんで、先玉はねちょっとあれなんだよね、今何もできないんだよね、あっても。まあ、これは先ほどのあれです、リオスとかに妨害を打たれたときに一応ランク4で貫通していくように入ってます。はい、一応ね。で、ここで、ゼロオル出して、さあ、これで一応、まあ、盤面は整いましたね。で、ゼロオルで本当は惑星汚染ウイルスをサーチするんですけど、まあ、今回ないので、で、リンクリボ除外。で、これで、アルコン出しに行く。ちょっとリンク先を開けときましょう。エボルカイザーラーズが出てくるんで、ラーズのためにリンク先を開けておいて、エルフのね。で、セット。まあ、これでエンドですね。で、ちょっと、問題点は、エルフの効果を無限包容されてしまうと、エイリアンモンスターが盤面にいなくなって、惑星汚染が打ってないっていうところはあるんですけど、ただそれをね、まあ、なんとかしてラーズで無効にしていきたいなと思ってるんですけど、危ねえ。オッケー、なんもない。ここでね、妨害を打たれるとちょっとやばいっていう説はあるんだけど、これでラーズが出てきたから、これで拮抗勝負とか、墓穴とか、まあ、全部ケアできますね。はい、一応。ラーズ君の効果によって、相手の、まあ、カードの効果を、まあ、無効化2回できてるよっていうのがこのデッキのいいところなんで、はい。で、殴ってこようもんなら、アルコンで相手のモンスターを裏渋にしてしまえば問題はないと。そうするとゼロールが守れる。で、ゼロールが有効。で、エルフのリンク先にゼロールがいるから無限包容とかはゼロールには効かない。はい。読みせてどうぞ。もういくらでも動いていいですよ。サモンリミッター何？最強カード捨てて大丈夫か？最強カード捨てるの大丈夫かって話ある。はい。まあ、良きところであれ打ちますわ。惑星汚染ウイルス。トレードインはさすがに無効じゃない？これガンマ持ってんの？これガンマ持ってる。トレードインはちょっとさすがにアドバンテージ稼ぎすぎんだけどさ、これ止めざるを得ないんだけど、これガンマあります？いや、トップ引きガンマだけはマジでやめてほしい。ちょっと本当に大丈夫そうだ。オッケー。危ねえ。危ねえ。このデッキはガンマがマジで怖いからな。ホルスっていうデッキは。ガンマ打つタイミング多すぎなんだよな。王の筆跡、なるほど。いや、王の筆跡、なるほどね。いや、これでもじゃあさ、王の質疑効果、ホルス捨てる。いやー、じゃあ無効にしていいんじゃねえかな、これ。なんか無効にしていい気がするね。もうさすがにさ、手札捨てすぎだからさ、これ、あと1枚で多分この盤面まくられることないと思うから、ちょっとリオス君の効果使ってそこを無効にするわ。でこうすると、王の質疑の効果無効になってるから、ホルスが出てきても、ホルスが惑星汚染ウイルスで死ぬことになるんだよね。ホルスって自分を対象にしない効果で破壊されないっていう体制が王の棺であるんだけど、王の棺を無効にすることによってホルスが出てきても大丈夫みたいな話ある。で、スプライトリーフの効果。相手のフェズ上にモンスターがいる状態だと、リンクモンスター蘇生できるんで、これでエイリアンソルジャーマイティフィルム蘇生して、はい。で、マイティフレームで相手のモンスターにカウンターを置けば、さらに、まあ、あれができるからね。ちょっと惑星汚染術は一応。はい。で、惑星汚染ウイルスの効果。これ手札捨てちゃってもいいけどね、この場合は。エイリアンソルジャーマイティフレームで。相手のモンスターぶっ壊しながら、ゼロールの最強効果によって制圧で、まあ、何もできない。よし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 、最強、あまりに最強。セット、いや自信満々にセットしてるってことは、これなんでスキルドレインとかですか？いやでもだとしてもこれ殴ったら勝てそうだけどね、これ殴ったら勝てそう。どうすかな。まあ、一応投げるか。幻想のミセラサウルスぶん投げます。でこれメインフェル中に効果を受けなくなりますよ、恐竜族モンスターが。でさらに除外してるとアルゴザウルスが出て、あ、ダルマカルマやばっ、最強カード入ってる。いやダルマカルマやばいな。リンクモンスター全員死ぬ。ミセラサウルス投げてなんか起きるか。なんも起きねえな。スプライトオーエルフでモンスター蘇生しても蘇ってくるだけか。マジで意味ねえなこれマジで意味ねえな、マジで意味ねえけど、一応使わないよりは使ったかもしか。モンスター数増えるから。でやばい、誰ばかりもだる、誰ばかりもだる。このターンで蹴るとんないとまた蘇ってくんだよな、あいつら。ゼロール、俺のゼロールが反転召喚、反転召喚するしかねえ。で、どうすっかな。ミセラサウルスアルゴ、爬虫類サーチしてなんか起きるかない役とかいけるか。ちょっと待って、幻想のミセラサウルス効果発動します。1枚除外します。恐竜族いるからアルゴ出しても大丈夫だな。アルゴ特殊召喚効果発動。ミセラサウルス爆破して、ナイア持ってきて、でナイア効果発動する。はいでフロギ落とす。やばい、これキル取れるかなマジでこれキル取れるか謎すぎる。でエボルドオードケリスをリリースして、カース特殊から相手のフィールド上に相手の墓地からモンスターが特殊召喚できる。だそいつはアルコンでぶん殴れるし、相手モンスター効果も。あでもホルスこれ出てきたらめんどくさいか。まあ裏にすればいいか。いや裏にすればいい、裏にすればいい、裏にすればいい、裏にすればいける、裏にすればいける。でカースの効果発動。ナイアこれホルスモンスターは王の押しすぎでワンチャンぶっ殺されるんですけど、いればホルスモンスターがいればね、なんですけど、一応裏にすれば大丈夫だし、なんならアクセスコールとかできそうで、まあアクセスした方がいいか。アルゴとナイアでリンクする。はいでマスカレ出す。 OK。 ほんで先玉出す。これで雑にリンク値稼いで、やばい時間ない、時間ないけどか行くしかないか。アクセスしてでホルスのイムセティは効果無効になってるから結構どうでもよくて、でアクセスコールトーカー行く。でアクセスコールトーカー効果発動して4300打点になる。マジで時間ない、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 やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、これいけるかな、これいけるかな。でこうする。でこうする。で召喚剣使ってないから普通にこれで裏にして、裏にする必要もねえのかこれ、別に効果無効になってっから。でマスカレーナで一応これ王の質に爆破で、アクセスコールとか爆破。やべえ、ちょっとマジで最後の意味なかったちょっと次元最後のマジで意味ね。まあでも全ては破壊できた。よしよし、 OK。 バトル危ねえ危ねえ危なかった。誰も彼もめっちゃ強え。オーボの石壁来ちゃー。エジプト編来た。エジプト編ホルス多いな。やっぱあれかな、今エクシズフェスティバルとかも、開催されてて、やっぱホルスのなんか楽しさに、みんな気づいてんのかな今になって。また再びホルスってやっぱいいよね、このギミックね。俺はめちゃくちゃこのギミックいろんなことができて、まあ、大好きなんですけど。はいレインボーチキンレース、チキンレース、なるほど面白いカード入ってるな。王の棺、あちょっと手札増やしすぎ、手札増やしすぎマジで。うわ8時だよ全員集合きた、8時だよ全員集合きたベルナーツ・ファルコンさんじゃないですか。ベルナーツ・ファルコンさん強っ。レベル4のモンスターが5体レベル4のモンスター5体はさすがに強すぎだろ。レイドラフターズフォースストリックス、何やばい、宇宙が怒ってる。これこないだもなんかこんなので当たったんだよな。何今もしかしてモン小銃ホルス張ってんの。レベル4のモンスターが2体来るぞユマ。いやーちょっとさすがに外神ナイアルラさんですか。なるほどですね、ちょっとわからません何がしたんでしょうこれは。外神ナイアルラの効果発動する。なんか墓地のモンスター吸収するみたいなことだな。墓地のモンスター吸収して、なんか素材に供給するみたいな感じの効果だった気がするんですけど、フォースストリックスを素材に供給する。なるほど分かりません、なるほど意味が分かりません。でレイダーズウィングの効果発動されます。オーバーレイユニット1個使えます。あーこれあれってこと、エクシーズ素材を持たない闇属性のランク7ってことエクシーズ素材を持たない闇属性ランク7を用意した結果、なんかそのセットしたランクアップマジックでランクアップしたら遊戯王を終わらせられますってこと？結局もしかして DDD 出てきます。まあオビラプター召喚するしかねえか。オビラプター召喚、オビラプターが初動になるのも結構いいよな。ランクアップマジックファントムナイスラウンジ。おいこれ遊戯王終わったって、多分これ遊戯王終わったって、これ遊戯王終わったって、もうなあこいつマジなんなん、こいつマジでなんなん、マジでイカれてるって。もう遊戯王終わらせてるって、これ絶対にコナミさん